割ってやるぜ。清正、手を貸してやる。まさか信長様が光秀に撃たれるとはな。これは弔い合戦だ。負けられないぞ。分かってるぜ清正。光秀ボコリャおじきの天下だ。大声でバカなことを言うな。バカ、ことは複雑だ。お前は黙って戦えばいい。秀吉様には主の仇を討った忠臣という大義がいる。俺たちがその大義をぶち壊してどうする。はい、出た大人の事情ってやつ。てめえらだって内心じゃ同じこと思ってんのによ。こら、大事な戦を前にまた喧嘩して。三人とも来なさい、お説教だよ。おねね様、お説教は後にしていただけますか。大事な戦を前に我々の士気が下がってしまいます。何口答えしてんだ三成。おねね様、俺は別に。そのあれ清正、何赤くなってんの。士気を上げるため清正のみお説教お願いします。もうみんな仲良く頑張らないとダメでしょ。三成も正成も来なさい。みんな気合注入だよ。